モンブラン株式会社はやっては、沖縄県宮古島市平良に本社を置き、宮古島周辺で遊覧船事業を行う海運会社である。旧社名は、合資会社はやって海運。2015年1月31日のイラブ大橋、開通までは、宮古島平良港とイラブ島皿浜港間の一般旅客定期航路を運航していた。この航路は、宮古フェリーとのダブルトラックであった。 宮古フェリー等によると、イラブ島と宮古島の間には、明治時代時代末期にし口港からの航路に、バトンミーマル、サラハマ港からの航路に、キーナカマルの2隻の帆船が就航した。1920年頃には、し口港路に発動機船、ガラサマルが就航。2、3年後には、サラハマ航路にも、発動機船が就航した。第二次世界大戦後には、 米軍から払い下げられた船舶が就航。その後、皿浜航路に、第3、朝日丸、小月丸、朝山港からの航路に、勝有丸が就航し、競争が加熱した。その後、1966年の、合名会社イラブ海運による宮古、イラブ航路の免許取得を皮切りに、宮古イラブ間の定期航路が開設され、当社及び宮古フェリーが共に、 イラブ航路の定期船運航を行ってきた。しかし、2015年1月31日に宮古島とイラブ島の間にイラブ大橋が開通し、本航路は同日をもって廃止された。当社は航路廃止後も会社を存続し、新たな事業を行う予定であることを明らかにしていたが、航路廃止後の2015年2月には、かつて、 石川県の七尾湾などで運行されていたクルーズ船、モンブランを購入し、同年4月以降に八菱ツアーなどの遊覧船事業を行う計画を進めていることが明らかになった。モンブランは2015年3月22日に平良港に開港され、その後、遊覧船事業が開始された。2018年5月、宮城県仙台市の建設会社新庁組が、 モンブランを購入するとともに、株式会社はやっては、同市の旅行代理店旅のレシピの完全子会社となり、引き続き遊覧船事業を運営すると報じられた。以下のコースでクルーズを行っている。また、大潮の館潮時に八重菱クルージングツアーを実施している。スーパーライナー早手第18早手丸フェリーはやって、フェリー早手の客室。ありがとうございます。